新藤辰巳のゴミラジオ。ヤンディヤンディ新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。いとこの坂巻さんです。はいはい、今回はね、毎回話がありますね。ちょっと角が立たないようにみたいですね。なんだよなんだよ、やめてよ。でもこれ絶対共感呼ぶと思うんだけど、うん、まあもちろんお笑いの話なんですけど、うん、まあ今、うん、まあ言いにくそうだな。賞レース、賞レースいろいろありますよね、うん、予選いっぱいあるじゃないですか。いろんな M1 からキングオブドボンとか R1 から、はいはい、歌ネタ王からザ・ W からいっぱいあるじゃないですか。ありますよ。でのそのまあ大体吉本興業さんが絡んでるので、まあ、吉本興業さんのタレントに なりますよね、うん、芸人さんになります、うん、MC とか、うんうん、まあ僕らはちょっと分かんないところなのかもしれないけど、まあ、芸人さんがこう仕事で MC ね、うん、入るじゃないですか。で僕らなんかそんな仕事来ることがないからすごいことだと思うんですよね、うんうんうん、で当たり前のように来てる人もいると思うんですよ、うん、中にはたまに来てでもそれも乗り気じゃないのか分かんないけど MC の仕事、うん、ショーレースの MC の仕事流してやってる人の問題ね。たまにいるでしょ。そう、うん、そう。いやいるいっぱいいる急に入った。流してやってる人、そう、はい、何で次行きましょう、はい、はい、何でやんなよって思うんだよね、そんなんだったら。で、重くもなるしね、空気も、うん、うん、で、あとやりたくないんだったら断ってほしいしね、うん、や、多分やりたい人いっぱいいると思うし、あと面白い人もいれば、レギュラーさんとかハリケンさんとかいるじゃない、うん、そのスペシャリストみたいな人いるじゃない、安倍浩二さんとかもそうだけど、見習えよって思うんだよね。ちょっと愛がないなって感じることがあったりするってことか、うん、でもちろんさ、出演してるオープニングのトークでやっぱり全体の空気が変わることもあるわけですから、はい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 、別にもうそのバシバシ笑い取ってくれとまでは言わないけど、そのもうちょっと気持ちを入れてさ、うん、やって明らかに手抜いてる感じでさ、笑い取る気もない感じでさ流して、うん、まあ取る自信もないんでしょうけど本人たち本人がね、うん、そんなやつやんなよって思うんだよね。たまにいんのよ。なんか見たんだろうな。すげえ流してやって。おそらく特定の何かを見たんだろうなって気持ち。昔からたまにいた。流して。あ、そうなんだ。うん。結構昔。でも今もやってない人ともいるけど。なんで、まあもちろん吉本の仕事として入ってきてるんだけど。まあこう、なんだ、著名なね、大きい M1 とか、うん、キングオブコント大会はやっぱ、うん、ね、うん、もうちゃんと。さすがっていう MC されるやつか、皆さん、うん、なく、まあ、もうちょっとマニアックな大会なんですかね、まあ、それも何とも言えないけど、何とも言えないけど、でえだからその何だろう、うん、普通さ、こうお笑い絡みの仕事、うん、もちろんね、芸人たるもの来た仕事何でも受けなければならない精神っていうのももちろん大事だけど、それよりもっと大事なのが来た仕事で何でもやる中でその一個一個を意外 いかに気持ちよりちゃんとやるかっていうのが、うん、大事じゃん、絶対的に。そうね。ただやっててもダメなのよ、うん、ちゃんとやんないとダメだと思うよ、うん、別にテンション低い人が思いっきりテンション上げてやるということではなく、自分の中ではちゃんと熱入れて、うん、別にそれは受けないこともあってもそれも別にいいし、うん、ただそこに気持ちがあるのかどうなのかって時に、うん、まあ予選多くいるのかいないのかは知らないですけど、まあ大体予選多いか、うん、時にこう流してこうなんかボケてんのかボケてないのかも分かんないぐらいで、うん、ちょっとなんか流してやってる人ってたまにいるんですよ、うん、俺ね、どういうつもりでやってんのかなって。それは何、あの決勝に限る、うん、その予選とかでもってこと。いや決勝はいないですよ。あ、なるほど。あ、ごめん、俺ちょっと勘違いしてた。予選ね。うん、予選の、あ、はい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 。予選の本当に1回戦とかあるじゃないですか。はい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 。うん。うん。で、そんな MC も慣れてない人が、多分、まあ事務所が、まあそうですね、MC もやらせてあげた方がいいかなとかなのか、わかんない。それはいろいろ考え、なぜ人生されてるのかわかんないけど、それで出てきた時に、うん、
すげえ流してやる人とか、うん、どういうつもりでやってんのとか、めっちゃ腹立ってんじゃん。いや腹立つでしょ別に俺出てなくても腹立つの、うん、なんかちょっと嫌なんだよね見てても本当になる、うん、なんでできたのかなこの人たちとか、うん、この人とか、うん、思う時ってあるのよ、うん、意味がさっぱり。だから例えばその吉本だからその勘違いしないでほしいよね吉本から来る仕事はすごくいい仕事がある、いっぱいあると思うんですよ。そりゃそうだ、そりゃそうだ。何年やってでも来ない仕事、それをもらって、うん、それの大事さ凄さに気づかず、うん、ギャラが思ったより良くないからということで、うん、手を抜いてやるならそもそもお笑いやんなきゃいいのにって思うもんね、うん、事務所も辞めたらいいと思うし、うん、そんなになんか納得してないんだったら、うん、そんな流してる、いやいる。まあまあまあね、あんなげたくさんいますからね、あれやってる人ね、うん、その全部食べたら言ってしまえばルミネ座吉本の本公演もそうですよ、うん、まあ1日3回5回あるのか知らないけど入場料4000円ぐらい払ってお客さんがこう、うん、来るわけですよ、うん、それでまあちょっと空気が重いかなんか知らないけどちょっと流してやる人とかいるのよね、なんか、うんうん、いやあなたたちからしたらその本公演の1回はちょっと10分ぐらいただ やらなければならない義務感のあるイベントなのかもしれないけど、見てる人からしたら4000円払ってるわけだから、うん、こう生涯の思い出になるかもしれない。その瞬間にさちょっと重いからなんかそれ理由は分かんないけどちょっと、うん、なんか有名人出てきましたよ、はいこれでいいんでしょみたいにやるのやめてくんねえかなって思う、うん、あるよ。そういう人大体売れなくなってくるよね、みんな案の定売れなくなってくる。売れてる人がそういうノリでルミエの本公演出てる人だからよく干された何だのとかさあの一発でとか言われて、そもそも精神性がダメなんだよそいつは。青年がちゃんと人から笑いを取ることに対しての喜びとかを全然持ってなくて、偶然の産物で受けたことに対して自分を天才だと思ってる勘違いやろうなんだ多分ねやめちまえって思う本当に。そういう人見るとすごいな、本当やめたらいいのにって思う。すごいわ本当に。本当にかって言うんだよね。言ってねえわなんで俺だ言ってないだろ、なんだなんだ散々、いや散々って散々ってそれで全部こっちになんないですよ、そんな一言で。本当にって言ってたら本当やだ。なんだちょっと最初勘違いしてたぐらいだから話の筋だって。いやだなんだ、これショーレースの決勝の MC かと思った。いやいや決勝の MC も最高だよだから何言ってんのかなと思ったら、予選って言ったら、うん、ああなるほどねって。それは確かに、うん、それは思わない。たまにあれ流してんだ。それいるよ、それはいるよ。ほらいるでしょ、いるよ。いい加減にしてほしいよね。うーんいいか、俺やるわって思わない。なんだって俺やるわと、ただで俺やるわって思うわだったらあんなそうね、いろんな人がやってる中でやっぱ中にはちょっとなんかだらっとね、うん、はいじゃあ次なんじゃなんじゃない、はいみたいなね、うん、いやせめてボケなくても、うん、はいどうぞっていいじゃん、うん、それだけでもいい。すごいいい角度のボケ入れって言ってるわけじゃないんだよ。気持ちどこ行ったんだっつってんだよ。ただつないでるみたいな感じの時は、偶然スケジュールにあのショーレースの予選の MC が入ってたから来ましたけどじゃねえんだよ来んだよだったらって思うもんね本当に。出てる人はね売れてないからいいけどね、そういう人って本当売れてない。人生かけてやってる人たちがここ出たいわけだからね、今からね。確かにそれはそうかもしれない。客としての目線もでも演者としての目線でもどこの目線でもダメだよね。何なのって思う、うんうん、僕なんかその NSC7 期生だから、うん、お手伝いとかで本公演山ほど見たのよ、はい、その時にやっぱ手抜く人は抜くもんね。本公演っていうのはそれはショーレースじゃないってこと。ルミネ座吉本のライブ、ライブの、ね、4000円とか観光客来たりとかする時に満席のある中ちょっと手抜きながらやるって、いやあなたはもう山のようにライブが入ってるのかもしれないけど、一回一回もっと大事にいかないと、うん、いや一個一個は仕事なわけだし、うん、お金が発生してるわけだし絶対にルミネ座吉本のライブギャラって普通のライブに比べて絶対高いはずなのよ。それなのによくそのモチベーションでやるねって人いますよ。へえー、そうなんだ、うん、勘弁してくれよ本当に。そうなんや、うん、そうか。まあね、そう毎日そういうのをやってる中で勘違いしてるんだよ、自分が天才だと思ってるんだよ、うん、
天才だと思ってんだったらなおさら一個一個の舞台で面白く見せるけどね、うん、絶対に。ただもうつまんないっていう見せ方ステージでも天才でも何もないから、うん、本当にやめてほしいよね本当に。なんか学園祭行った時に思ったら、うん、なんか俺一組ともう一人吉本ちょっと有名な人で、うん、ダラーって出てって、うん、ダラーってやってんなってそう思ったんだよな。何あのダラダラってやる感じとか誰とは言わないけど本当にそのさ社風でも何でもかっこよくも何ともないからね。なんだよなんなのさめっちゃ怒ってる本当に。若手ライブとかでもいると思うし怒ってる、多分無限大にもいるんでしょうね探せば。俺あんま見に行ってないか分かんないけど、うん、それでなんかなんか泣かしてる ふざけてるのが多分もう袖とかの若手にはちょっと支持されたりするんだよね、そういうやつ意外とね。いや MC うまいって、うまいかつまんないかの判断できないお前もお前だぞつまんねえだろそんな、お前もお前だぞってなっちゃったの。ひどいだろ、まあ、つまんないまで言い過ぎ、 MC やってし大概あるんだ面白いけど、うん、でもさ手抜かないでほしいよね、うん、やっぱ面白いとされてさ、うん、任命されてる仕事は そうだね、やっぱそれは最高の状態で、ね、受ける受けないは置いといて、やっぱ受けると思われて使われてるんだろうし、うん、そもそもがそれはやってほしいのに、なんか流すようなさ、もうずっとマイク持ってこう若手出しとけいいみたいなやつもいるもんねそこまで知らない。いるのたまに。そこまでは知らないけど。フリーライブとかで吉本の人がたまに闇で出てる時とか、うん、お前闇で出てて MC もそれって何なのって。そうだ。勘弁してよくれよっていうのはいる本当に。そうか。まあ売れてないからいいけど、売れないだろうしねきっとね、そういう人はね。一個一個のプロ意識がないのにさ、出なきゃいいのにっていう。なんでやろうとしてんのかな。わかんないな、小銭とか入ってんのかな、わかんないけど、めちゃくちゃ不満持ってるじゃん。不満だよなって不満お客さん全員思ってるしね、多分それ勝ったよ、不満本当に。そうなんだ、不満だーっていう、ね、エンタの神様の時のゾクシードールのブリッジのネタね、ゾクシードール今のロリータ族ですよ、はいはい、不満だーってそれを言ってるわけですよ、僕はそれを代弁して言ってくれてるわけですよ、彼女は。違うわ、本当にお子さんも結婚してお子さんも生まれましたけどね、ね、本当に、まあそんな感じでございます、はい、皆さんもね、はい、覚えある人山ほどいるし、俺下手したらお笑い好きな人でみんな誰かよぎってんのかなって俺一瞬思うと思うよ、そんな、ね、たくさん見てりゃそんなこともあるでしょ、だらだらていうかそんなのがさ多い環境がおかしいもんね、そもそも、うん、いやだったら1年目の人とかに MC やる人がまだいいんじゃないかなとか、まだ一生懸命やるよ、なんとかしようとするよ、ね、そうだね、そうだね、うん、魂がないとか、そんな人やっぱやらしちゃダメだと思うけどね、うん、もう面白いのかもしれないけど、その人たちはね、だから面白くて一応リスペクトされて結果 MC になったのかもしれない。なんで MC になったらそうなっちゃうんだろう、その売れないのをさ周りのせいにしてるよね、それ多分下手したらねでダラダラやってんでしょ、止まんねえじゃん、本当に終わるかと思ったら今おしゃれが止まんねえってですね。浅川さんのギャグもあります。なんでたまに出てるのすごい。止まんねえって言うから。止まんねえって言うからよね。沼津で頑張ってます。言うと出ちゃうんだ。本当に浅川さんのギャグが出ちゃうんだ。ね、まあこんな感じでございます。はい。じゃあ新田さんごめんなさいでした。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。